皆さんこんばんは、海外メーカーとの交渉スペシャリスト林一馬と申します。本日もですね、前半は、海外の、イノベーティブな商品のご紹介させていただきまして、後半はですねアメリカのアパレルショップギャップ、それからですね、バナナリパブリック、これらの、お店がですね大量に閉鎖するというですねニュースが入ってきました。何が起こっているのかこれについてですね本日は、ご紹介させていただこうと思います。もし本日の内容にご興味ある方はぜひ最後までご視聴ください。それでは早速始めていきましょう。 Let's get started。はい、それですね、早速本日のコンテンツの方を始めていきたいと思います。興味を皆さんがね、画面に見ているのはですね、包丁なんですけども、ドイツのですね、ジャーマンスティールっていうね、ドイツもね、かなりね、ダマスカスとかね、結構ね、包丁とかすごく有名なんですけども、今日はですね、ちょっとこのドイツのよく切れる包丁についてですね、話してみたいと思います。見てみたいと思います。The most important tool in the kitchen is a good sharp knife.Even in modern kitchens, このように感じですね。こういったシェフナイフのことを今日、シェフナイフを今日はご紹介しています。But even a classic should get with the times. Introducing bear knives.このベアナイフというのがですね、今回、約730万ぐらいバッキンが集まっています。非常にいい包丁でですね、かなりレーザーシャープな包丁であるということをね、伝えてます。で、こういうのね、包丁っていうのは幕開けとかにも結構出てまして、これはねまさにダマスカスナイフっていうやつで、まさにドイツの、スティールの包丁で、これもね1200万円ぐらいが集まっておりますし、包丁っていうのも一つのね、テーマになります。かなりね切れ味がいい、スッと切れると、ね、まさに先ほどの包丁とほぼ同じような感じですよね。はい、なのでね、こういった、包丁というのもですね、クラウドファンディングで結構支援が集まっている一つの、カテゴリーであるということをですね、本日はご紹介させていただこうと思います。はい、じゃあですね、本日のニュースの方に入っていきたいと思います。 More than 225 Gap and Banana Republic stores will close this yearギャップとバナナリパブリックのお店が225店舗以上今年クローズします、閉店しますという意味ですね。 Gap Inc. is closing more than 225 Gap and Banana Republic stores this year. It said the earning release on Thursday. The company was already planning on closing a number of stores this year, but the 225 figure is larger than originally planned.Gap's net sales were down 20% for the quarter, while Banana Republic's net sales were down 52%. Gap という会社がですね、このお店のギャップとバナナリパブリックの両方ともね、オーナーであるんですけれども、先週の木曜日にありました第二四半期の決算報告の際にですね、CEO の方が言ったのが、もともとね、今年いくつかお店閉めますよってことをね、すでに発表していたんですけども、今回さらにね、225店舗閉鎖すると発表して、それがね、当初に、言われていた数よりもね、多かったことから、衝撃を受けていると。で、ギャップの売上っていうのはですね、この第2四半期は前年同期比より 28% ダウン、そしてバナナリパブリックに関してはですね、52% ダウンというふうにね、かなり落ちているわけなんですね。はい、結構ね、ちょっと厳しいですね。As of August 1st, there are 1,643 Gap and Banana Republic stores. The 225 closures are net of new stores opening. A number of these have already been closed for good. In total, Gap operates 3,814 store locations in 42 countries, including the stores under the Gap, Banana Republic, Old Navy, Ascenta, and Johnny and Jack brands. そうですね、まだ Gap っていうのはですね、42カ国で、まだ展開しておりまして、Gap とか、その他4つか5つぐらいのブランドで、合計3,814のお店を今、世界中で42カ国で展開しております。
まあ、そういった感じでね、まあ多分まあこれも間違いなくね、コロナの関係、プラスやっぱりこうね、今、アパレルブランドっていうのは基本的にどこも今、苦しんでおりまして、まあだんだんとネットの Amazon とかそういうところにこう移っていったりとかですね、まあ多くの OEM とかも増えてきてまして、アパレルっていうのが非常に今、どこのブランドも苦しんでいるという状況になっております。今後はね、ギャップ社がどうなっていくのかですね、いろいろと注視していきたいというふうに思っております。それはですね、本日のコンテンツは以上となります。本日のコンテンツは良かったというふうに思っていただければぜひいいねの方よろしくお願いします。まだチャンネル登録の方もですね、ぜひこちらの方からよろしくお願いします。またツイッターの方もですね、ぜひこちらの方からフォローしていただくと幸いです。また日々稼ぐノウハウについてメルマガの方も配信しておりますので、ぜひこちらの方もご登録ください。それでは本日のコンテンツは以上となります。 Thank you guys watching and I see you guys tomorrow. Bye.